三角関数を使った少し特殊な式を計算していきましょう。sinθ プラス cosθ イ,イコール2分の1の時にこの2つの値を求めてくださいということです。早速やっていきましょう。まずはこういった sinθ プラス cosθ ホニャララっていう条件が出てきたら、自乗してください。そして自乗することによって何ができるかと言いますと、はい、これ sin 自乗プラス c o s ン自乗現れますので、それが1というのがわかります。 ということは、結局それで計算することによって、sinθ、cosθ、マイナス8分の3、こんな感じで答えることができます。続いて、sin3 乗 θ プラス cos3 乗 θ ですが、こちらに関しては、まずは、はい、因数分解使ってあげて、えー、そしたら、sinθ プラス cosθ とか、まあいろいろ分かってる値、そのまま代入していきましょう。はい、えーまあ、こんな感じで代入すると、16分の11という答えが出てきます。 こういった計算は結構大事になってきますので、sinθ プラス cosθ が出てきたら、事情を疑ってみるといいかもしれませんね。以上になります。